すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 全機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 全機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、電気マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。セブリロスト、ワンティーロスト、規定により当機 2B が隊長任務を継承。周囲に敵機多数確認。起動形態への許可を申請。起動形態への移行を許可します。隊長、私ロスト。2B よりオペレーター 6O、 当機以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、地形情報を入手してください。了解。通信システム、 ICU が軍事的に反映し、解析し。
近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
扉の解除。不可能。本エリアの敵が妨害電波を出し。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 To be。兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
分かってる。通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。遠距離通信応答なし。倒せばいい。
が目標の超大型兵器。破壊する。援護します。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦い誇りを。H-O-229、コマンド67、受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。2B の承認を求む。お願い。わかった。
そんな知性が。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の。ナインエス。はい。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は
通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。